お疲れ。やっとな。調査班リーダーが待ってるぞ。行こう。みんな、アルバトリオンの調査、本当によくやった。凄まじい古竜でした。このクラスの存在が国に現れたらと思うと。司令官、今回の調査結果を国に報告する際、ギルドに注意を呼びかけてはいかがでしょうか。ギルドには各地のモンスターの動向はもちろん、あらゆる災害の情報も集まります。万が一に備え、対策は早い方が良いはず。そうだな、手配しよう。はい。おっと、そういえばじいちゃんがアステラに戻ったらしい。そうすれば。なあ、あんた、アルバトリオンのことを報告がてら、どうしてギルドに呼ばれたのか、総司令に探りを入れに行かない？もう何を言ってるのよ。じゃあじいちゃんに報告書を渡してきてくれ。頼んだぞ。君か。先ほどアルバトリオン調査の報告書を確認した。見事だ。早速国に送るよう手配しよう。なるほど。その様子だと私がギルドに呼ばれた理由を聞きに来たか。まあいい。いずれ話さねばならなかった。一足先に聞いていけ。近々あちらで大規模な作戦が執り行われ、国、機関、あらゆる境を取り払った合同作戦だ。そこで未知の生物と生態系を熟知し、多大なる活動実績を持つ組織として調査団にも作戦参加が要請され、私が呼ばれたというわけだ。さて、今アステラに客人が来ている。各班の代表者を集め、彼の話を聞く場を設ける。君たちも来てくれ。
一同揃っているな。これより作戦会議を開始する。前もって伝えた通り、近々数多の国を挙げて大規模な合同作戦が行われる。調査団にも作戦参加が要請された。これについては彼から。こたびの作戦現場において責任者を務める者だ。皆々見知りおきを。ん？君はいつぞやの作戦の折の諸君、お久しぶりでございます。そうか、新大陸に来ていたか。いや、時はない。思い出話は後にしよう。さて、何から話したものか。ここ最近、とある地方で奇妙な現象が発生していると特殊災害監視委員より報告があった。断続的な小震動、度重なる森林火災、それらにより発した塵が常に太陽を覆い隠す。小動物と大型モンスターの消失、そして古竜の姿すら消えた。原因は不明だ。だがかつてこれら現象全てが重なった時期が記録に残る範囲で一度だけあったのだ。さて、話題を変えよう。君たちはシュレイドの国を知っているかね？はい、映画の大国シュレイド。はるか昔に突如として滅んだと伝わる幻の国です。なぜ滅んだかは不明。そして現在、シュレイド地方は立ち入り禁止であると。うん、ではシュレイドにまつわるおとぎ話を知っているかね？とてつもないモンスターが一夜にしてシュレイドを焼き尽くしたという有名な話ですね。あの、なぜその話を？他の国に関する記録はわずかに残されている。国交省から民間の手記まで様々だ。シュレイドが滅んだとされる時期、それらに決まってこのような記述がある。地は揺れ、木々は焼け、小鳥と竜は消え、火は消え、古の災いは消え。これらが続いて数ヶ月後、シュレイドは消えた。いやいやいや、それは。そんな。新大陸での超災害級古竜の出現、危機を読んでいる。偶然が積み重なれば、それは必然。全ては起こるべくして起こった出来事か。シュレイドを滅ぼしたのは黒竜ミラボレアス。おとぎ話のうちにしか存在しない黒い悪夢だ。国々とギルドはミラボレアスが再びシュレイド城に現れると宣言、討伐を決定した。来たる時に向けての準備、討伐の実行、それが我々の任務だ。奴はいつシュレイド城に来るんですか？
言い切れぬが、文献から読み取るに数ヶ月の猶予はあると考えられる。今現在の居場所は特定できているのでしょうか。いや、必死の観測の端にもかからぬ。奴がどこから来てどこに行くのかも、あれはまさにミラボレアスという現象としか言いようがないのだ。そんなもの討伐できるのですか。できなければ生きとし生けるものは滅びる、確実に。いずれにせよ、各国を挙げ今のうちに体制を整える必要がある。調査団も早々に出発となろう。私は将軍と共に調査団本体よりも先に立つ。いち早い状況把握に努めたい。そこでだ、君たちも先行してあちらに渡ることを要請する。この後、全調査員に向け説明の場を設ける。君たちも出発準備を行うよ。シュレイド城へは私が案内する。長い付き合いになりそうだが、よろしく頼む。以上、解散。
どうも。相棒。